一緒に私も10周年の、
お祝いのパーティーをね盛り上げるためにやってきました。初めましての方も多いと思うんですけど、私吉井かなえのステージ最後まで楽しんで帰ってください。よろしくお願いします。じゃあ次の曲は、みんなで簡単に手拍子をできる曲を持ってきました。なのでもう多分ダンサーさんとかもいっぱいおるし、多分みんな踊ってくれるかなって思うのでちょっとだけ練習したいと思います。まずは皆さん右からちょっと見せた方がいいか、先せーの、右左上上上上左右上上上上手振って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 わーっていう、こんな簡単な振りをみんなでだってさ、もうさっきからもうパーンみたいなさ振りのさ、こういうなんかもうやっぱさダンスの世界ってさそう、もうすいません、いつもこんな感じなんやけど、もう皆さんもだからこんなんもちょろいもんやろみたいな感じで一緒に踊って楽しめたらいいなと思います。そして私がせーのって言ったらパン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 っていうリズムで一緒に手拍子して一体感を高めていきたいと思います。皆さんやってくれますか、踊ってくれますか、お願いします。それでは次の曲いきましょう。 Welcome home。
ね。ひどいこと言ったよね、本当ごめんね。できるならなかったことにした。欲しいほど何にも変わってないんだ。当たり前の日常でもやっぱ Miss you Miss you。素晴らしき世界に今日も乾杯。街に飛び交う笑い、声も見てみるふりしてるだけのつくりもさ、きっと触れそうだ。クラクラするほどのいい恋が集むさしたはらの僕、目を覚ます本能のまま今日は誰のファンだ。この世界で何ができるのか、僕には何ができるのか、ただそのまま
もらってみたいから、ああ跳ねる心臓じゃ止まらん、虚しい叫ぶんだよ今こそ動き出せ、ああ弱い自分を何度でもずっと奪い尽くすこの間違いだらけの世界の中に笑ってほしいから、もう誰も泣かないよ、強く強くなりたいんだよ、僕が僕で楽しんでますか？ちょっとなんか本当にダンスイベントの中に歌う人がなんておらんからちょっと緊張してたんですけど、皆さん初めましての方も多分多いと思うんですが、嬉しい、聞いてもらえて私はそう、言ったっけ、さっきひろきさんにの話したっけ、してないですよね。そう、ひろきさんには自分の、楽曲の振り付けとかをお願いしてて、そう、それで仲良くなって、プライベートでもなんかご飯行ったりとか、めっちゃね、いる？いる？そう、なんかね、あんま客席ちょっと見えるようにしてもらってもいいですか、照明。あ、ありがとうございます。ひろきさん、上がれば上がらなくていい？やだ、恥ずかしい。いや、キラキラつけてあげたじゃん、さっきあげたじゃん。そう、でも本当にひろきさんにはね、いつもお世話になってて、で、夏の世論のイベントにも、この1個前のイベントにも参加、初めて参加させてもらって、で、今回が2回目ということで、もうなんか、なんやろな、こういうイベントってやっぱ今までもあんまり出る機会がなくてというか、あんまりつながる接点がなかったから、でも私は3歳からダンスやってたりとかして、結構ダンス界で育ってきたタイプなので、なんか、なんやろ、ホームに戻ってきた感っていうのがすごくあって、もうめっちゃ自分の中でも特別なライブになってます。ありがとうございます、いつも。そして前回はちょっとなんか CD とかグッズをね持ってくるのを忘れちゃったので、今回は、持ってきました。なので、ライブ、私のライブ終演後にそのバーカウンターの右端の方でちょっと CD アルバムとかなんかグッズ、2022年のカレンダーとかなんかなんやかんや作ってるので、ちょっとでも興味ある方はぜひお話ししにでもいいんで来てください。よろしくお願いします。あと、すいません、いっぱい喋って、あと、明日も私新宿のアルタで、イベントがあります。もしよければ皆さん SNSツイッター、インスタグラムもやってるので、ぜひチェックしてください。ということで、次の曲が最後の曲になります。最後もね、みんなでダンスできる曲、しかもひろきさんが振り付けてくれた曲を歌って帰りたいと思います。それでは最後までみんなで盛り上がっていきましょう。 This time!
皆さん今日はありがとうございました。